はい、はい、油飯そこにタレが溜まってます。下からしっかり混ぜて食べてくださいね。はい、おにぎりの定食です。はい、あと焼きそばもしていきます。はい、お待ちください。はい、おにぎりうまそう、うまそう、うまいだろ。うわ、よいしょ。はい、おにぎり、これおにぎり俺大好き。はい、おにぎり大好きで、おにぎり嫌いなやつまあおらんでしょう。でもまあね、おにぎり取ります？おはい、あてのおにぎりです。絶対うまいし、はい、うまい、すげえ匂いしょ。もうすぐおにぎりだけ人になる。ほんまもう人になる。もう食ってもいいっす。いいっすよ、もう十よ、十よ。ちょっといただいてみます。あ、ほんま太いっしょ。うん、太いな。暑そう。俺暑そうじゃん。はい、どうですか。うまいですか。もういつも食いた。ああ。うん。で、俺がいつも食う、うん、焼きそばの麺より倍ぐらいある麺が。倍以上あるんですね。うん、うん、うどんぐらいありますね。うん、うどん近いな。うん。うまいです。はい。すごくすごい。俺は2個ありますか。ほんまじゃ。うまいっすわ、これ。うまいっす。うん。マヨネーズとか、青のりとか、かつお節とか、いろいろ自分で食べてみてください。はい、はい、ありがとうございます。もう卵も一緒に？そうですね、もう、はい。おぉ。卵もやっちゃいますかね。うん。いやいや、やばいな。すごいね。あ、おいしい。こういう感じだね。背脂って書いてあるな。では焼きそばをいただいてみたいと思います。うんうんうん、うん、これは今まで食べたことのない焼きそばだな。うん、アメージング、うん、豚の声たまらん。ボリュームがやっぱすごいですね。こ、うん、んなかつお節をかけんの、かけない、うん、青のりはかけんすけどね。うん、この焼きそばの上のこの卵はぐちゅぐちゅと潰すの。あ、おかしい。まあそこまで言われたらちょっと。これでそばと、うん、またマイルドだな。マヨネーズ、うん、あ、マヨネーズあるかもしれんな、これ、うん、このな、この肉がでかい。豚肉がボリュームうまい、これ。でかいっすね。うん、これめっちゃうまい。これだけで飯食えるよ。トンテキじゃん。うわ、破壊された。
あ、美味しい。なんか潰したくないよ、この君。潰したくないね。本物食いたいね。こんなズルッと食いたい。ああ、潰れそうでも。よし、周りの白身からいこう。まあ、もちもちじゃん、これ。家で食う焼きそばとは違うな。全然違う。うん。これ基本焼きそば好きだけ。うん。あのペヤングでも超大盛り買うよ。これいきます。辛いやつだな。ちょっとで。ちょっとですよ。やばい感じが出てますよ。醸し出してるな。やばい感じが。辛いって言います。やばいんじゃないです。うん。やばいっす。うん。そうでもない。うん。うん、もう。あ、ペリペリしてるし。あー、来るな。来る？うん。ほんまちょっとでいった方がいいですね。マジで？うん。やばいやばい。もう一回。ちょっとと混ぜてないところが大半で食ったけど。うんうん。まあまあ、ペリペリ。うん、もう。うん、そう、1.5 玉よ、ほんま。普通のそばの2玉分ぐらいあるじゃん。うん。ね。おいしいですわ、これ。うん、これ鉄板で最後まで熱いですね。熱い。熱々じゃない。うん。うん、もうじゃあ腹太るわ。なあ。うん、結構腹太ったよ、もう。よくおにぎりもまあまあでかいでしょ。でかい。でかい。ね、結構腹太る。特盛りにしてないか。いけるでしょうよ、太郎。いけるけど、ゲリだよ。結構腹太くな、ほんま。ゲリです。うん。小ぐらいでいいですね。な、波でいかったら。うん。波ぐらいで、うん、こう、あと、おにぎりとか飯が。うん。飯食わにゃ、いいですけどね。そんなに早く取るもんだと、ね、うん、焼きそばで焼く、うん、舐めてるんだけど、うん、麺が太いけな、麺が太いんですよ、やっぱり焼きうどんに近い、うん、でも美味しい、うん、美味しかった、美味しかったですね、あ、いいえ、お力落ちしてもらえる、あ、大丈夫です。はい。あ、弟子というです。はい。ああ、ここで麺作るんだな。へえ。はい、ありがとうございます。どうもどうも。ありがとうございます。はい、すみません。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、これは本当に良かった。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったですね。はい、山本商店さん初めて来ましたがすごい美味しかったです。よし、どうやって切る